レト日本チェーンストア協会によりますと5月の全国のスーパーの売上高はおよそ1兆833億円でした既存店ベースでは去年より1.3%増加し2ヶ月ぶりに1年前を上回りました外出自粛が求められていたことを背景に食料品が14%と大きく伸びたことが貢献しました一方振るわなかったのが百貨店です 日本百貨店協会によりますと、全国の百貨店売上高はおよそ1515 15億円で、去年より6割以上の大幅なマイナスとなりました。1年前を下回るのは8ヶ月連続です。緊急事態宣言を受けて営業を自粛したことが響き、札幌や東京など大都市での落ち込みが目立ちました。